アゴアンアゴアンと伊勢島サミット各国市のアゴアンに、沈む夕日アゴアンは、三重県島市の島半島南部の湾、伊勢島国立公園の中心、リアス式海岸、小座岬と浜島町を湾港とする、平成5年8月27日環境庁国時代67号による定義では、三重県島郡内王朝と同郡島町を結ぶ深谷大橋、 道長御座見と渡来郡南西町田曽崎を結ぶ、線及び陸岸により囲まれた海域となっている。リアス式海岸として有名であり、真珠養殖も盛んで、奈良時代からアコヤ貝から採れる真珠を出荷していた。明治時代半ばにアコヤ貝による深淵真珠の養殖技術が確立されると、真珠養殖発祥の地としても知られるようになり、昭和初期には真珠湾とも呼ばれた。 湾内の深さは、おおむね20メートル前後であるが、島町魚座の北東にある、最深部は40メートルであり、アゴ湾岸のオボレれには、最大40メートル沈水したことがわかる。なお、この推進調査は、大正時代に、目盛りのついたロープを下ろし計測したもので、以降は行われていなかったが、第42回先進国首脳会議を前に第4、関区海上法案本部が、電波、 音波を用いて計測し直した。青のりの養殖が盛んであるため、晩秋から春にかけて、のり網が多く立つ。また、海ホタルも海に生育しているほか、数日間晴れが続いた場合、海が緑色に輝くこともある。しかしながら、湾内の汚染が進み、赤潮や貧酸素水害が発生している。汚染などを改善するため、いくつかのプロジェクトが行われている。 例えば1932年10月14日の深谷水道改削によって太平洋の水を湾内に導水する海底のヘドロの改善などである。湾内には大小60の島が浮かぶ。鹿児島、正木島、横山島は有人島である。鹿児島には鉄道駅の鹿児島駅が存在し、本州と橋でもつながっている。無人島は主なもので天道島。 土池原島、田徳島などが挙げられる。顎という呼び方は、天武天皇の時代に遡ることができる。古くから多くの人が暮らしており、石器時代の石器に使われた石は遠く、新州から運ばれてきたもので、石器時代から遠い地方との交流があったことが伺える。飛鳥時代には、島国島軍伊雑合、島国島軍魚切れ座と、奈良時代には、 島国阿護群名水号、島国阿護群名水橋、船越里、島国阿護群甲賀号などの地名を木簡に見ることができる。海苔の養殖阿護湾で最も獲れるものは青海苔であり、地元では青里とも呼ばれ年間を通して獲れる。また真珠貝の貝柱も食用されているほか、海松と呼ばれる珍味やアサリ、岩垣などがある。湾内の養殖イカダは約1800カ所3000から4。 零マイ、湾内の停泊線は放棄されたものを含め約4500席に上る。アゴ湾に訪れる際の起点は、賢島を除き、近畿日本鉄道島線のうかた駅が最寄りである。中部国際空港から道路を利用すると、賢島まで約1 9 5キロメートルである。また、島町ワグ、島町餃子、浜島町浜島方面に向かう場合は、賢島から、 定期巡航船を利用することができる。横山展望台から望むアゴワン、ありがとうございます。